コクピットにいるんですよ。それで外の世界と違う世界で生存戦略してるんで、子供が引きこもったって言って成長を止めて、いるって思ってるのは嘘です。ちゃんと成長してる、さなぎのように。みんな心めちゃめちゃ壊れてて、死させてる社会の問題でもあるんです。行きたいなと思うところに多分自分の居場所の候補があるはず、まあ、友達との不和っていう次のね、うん、その点は、うん、学校に行かないことも私は全然ありだと思っていて、うんうん、でレイジ先生がこの間先日ねイベントで教えてくれて、あそうかって発見だったのは、まあ、今引きこもりの児童はすごく増えていて、ただその引きこもりの子たちも実はつながっていると、オンラインのそのインターネットとかを通じてつながってるって聞いてすごくそう安心したんですよ。なんか一人ぼっちだったらすごく苦しいかなって思って、もう暇で耐えられないですよ一人で。だその大人の考えてる引きこもりと子供がやってるのコクピットにいるんですよ。コクピットで世界とつながってるんですよね、うん、彼らね、やってるのは。それで外の世界と違う世界で生存戦略してるんで、そこでの、まあ、インターネットスキルみたいな大人たちよりもはるかにできてて、ネットスキルが高い、であとネットリテラシーも高い。だから彼らはその世界での社交性を持ってる。でそれに入れない大人たちは意味が分かんないんですよ。ずっとモニターだけ見てて、子どもたちはそこに行くべきだとか、うん、声もないのにね、うん、まあそんな感じの分断ですよね。だから別にその、うん、子どもが引きこもったって言って成長を止めて、いるって思ってるのは嘘ですね。ちゃんと成長してます、さなぎのように、うん、外に出てないだけで、うん、はい、ね、もしその今周りのね、例えば学校とかで周り、自分の周りはとの不和はすごく大きくて、はい、うん、それで悩んでいたとしたら、うん、まあ、どのようなことが言えますか？うん、ああ、つうか、多分焦ってると思うんですよ。周りとの不和っていうのでね、まあ、引きこもったとすると、まずは焦るじゃないですか。で、周りとの不和で、まず学校に行けてる段階であれば、うん、まあ、その2つしかないですよね。離れるかやり過ごすしかないんですよ、うん、あと仮面をかぶるしかないんですよ、うん、仮面をかぶってこれは本当の自分じゃないっていう風な戦い方をするしかなくて、うん、僕らみんなやってますよね、それは、うん、確かに、うん、そうそうそう。でだけど辛かったら離れた方がいいですよやっぱ、うん、でそれはなんでかっていうと、あのね、壊れた人たちがいっぱいいるんですよ。自分が壊されたから相手も壊したいって思ってる人たちと友達関係ができなくたって別に普通ですよ、うん、だからよくね、俺はぼっちだからって言うけど、それは自分の問題じゃなくてぼっちさせてる社会の問題でもあるんです。でそれは甘えたとかよく言うけど、うん、やってみろよって、学校行ってみろよって。みんな心めちゃめちゃ壊れてて、で、なんかまあ、わけのわからないことを、理不尽なことがたくさんあっていけないわけで、楽しかったら言ってるもんね、うん、人ばっかりで楽しかった、うんうん、だからそこは自分をまず責めないで、うん、やり過ごすっていうことしかないかなとは思うんですけど、まあね、そうするとね、学校行けって言われて、また追い込まれるんですけど、うん、まあそこの環境がね、彼らの問題じゃないんですよ、親の問題なんですよ、うん、と思ったら待ってやれよって話で、うん、あとは別の選択肢を用意してあげればいいんで、うん、今親が提供している、大人たちが提供している選択肢の中に子どもたち行けないっていう、それ無理ですよって言ってて、それはその子が悪いんじゃないから、うん、その環境がね、もう選択肢として間違ってんで、うん、だからって言って、ね、極端にね、そのね、田舎で農業みたいなことでハードなことやれみたいな、そんなことしなくていいから、ちょうどいい場所を本人と探せばいいんだと思いますよ。それで、そんなことしてたら、みんなどんどん勉強して、先行っちゃうんだ、お前は落ちこぼれるんだって、よくこれはパターンでありますけど、うん、どうでもいいですよそんなの、うん、ろくな人生歩まないんだから。だから俺は35まで引きこもってでもいいよと思ってるわけ、うん、うだうだしててもいいの、生殖、職に就かなくてもいいし、生きてけんもんまだ大丈夫、うん、だからそれか、その早くね、周りを安心させなきゃいけないとか、自分が楽になりたいからとか言って自分の心ぶっ壊して、で周りに合わせてる方が後のダメージはでかい。うん、10代の人たちは本当に時間がかかっても治んないから、うん、まずは自分を許して甘えた方がいいと思うなと思います。特に学校行ってる通ってる間って自分の周りだけが世界だと思わされてしまいがちだけど、
そうではないってことは英治先生も多分身をもって体感してきていらっしゃいますよね。そうですね、あのなんだろうな、僕ボーイスカウトやってたんですよね、ボーイスカウトが学校とは別の世界であって、他の学校の子たちとキャンプとかしてるんですよ、その時に。それは結構視界が広くなんですよね、2つの世界で。でそこであとクラブ活動とかバンド活動とか、たくさんの、最近ボッチザロックって流行ってますけど、アニメのあれってね、学校の外でバンド組むって話やってるんですよ、昔はね、あの学校のなんか軽音楽、軽音って、今は外でっていう、引きこもり の、 あの女の子が、学校じゃなくて家でもなくて外でバンド組んでライブハウスを居場所にしていくって話なんですけど、これまあ典型的なパターンではあるんですけどね、ライブハウスが いい場所、多分これっていろんなところにあると思います。あの、スタジアムかもしれないし、なんだろう、国技館かもしれないし、何でもいいんですけど、ここ好きだなと思うところ、行きたいなと思うところに、多分自分の居場所の候補があるはず、コミケでもいいです。そこから始めたらいいんじゃないかなと思いますけどね。